アンカーエレンです。今からニュースをお伝えします。まずはじめに、2022年7月8日レンレンシティのシティウォークのチョンチェンになんとマイティソーが現れました。あれはマイティソーか。 SNS ではなんとものすごく話題になり、ツイッターのいいねなんかもう1億目いいねされて、そんなところに今日映像が届きましたので一部始終をご覧ください。あの映像ちょっと神秘的で心がやられましたね。ズンズキュンってです。次です。ブラジルのアマゾンの最高気温が70度を達成してしまいました。皆さんは今暑いですか？東京とか群馬とか埼玉、京都、大阪とかもう35度を超えてるかもしれませんね。ですがブラジルのアマゾン周辺では最高気温が70度を達成してしまいました。これは地球の歴史に残るほどの気温になっており、病院には10万人以上の熱中症の人が搬送されています。動物もクタクタ状態で倒れそうになっていました。この気温があるのは初めてだとか言ってる人が多かったらしいですね。今回は常連アナウンサーのエレンさんが現地の人にインタビューをしてきました。中継をつなげます。エレンさん、皆さん、ここはブラジルのアマゾンです。今ここすごく暑くて気温が72度です。今やばい、喉乾くな。今どれだけ暑いですか？死ぬほど暑いです。もうみんなが熱中症になっています。あなたは熱中症になりたくないですか？なりたくないです。日本も暑いんですが、日本に行きたいですか？多分日本の方がマシだと思います。今暑いのと寒いのどっちが好きですか？寒いのです。今子供たちはどうなっていますか？熱中症でみんな次々に倒れていっています。じゃあ今の意気込みを言ってください。なんでこんなに暑いんだ。ありがとうございます。これで取材かっこインタビューを終わりたいと思います。うわ暑そうですね。今ここの気温も40度なんですが、70度だったら僕の体ではもう終わってますね。次です。体の色が変わる水が誕生した。2022年7月14日レンレン化学工場にて体の変わる水が誕生しました。今は全国のスーパーなどで販売していますが、値段がものすごく高いです。1億2500万円です。そんなもの誰が買えるか。この水飲んで体の色が黒色になった場合瞬間で消えますんでご注意ください。で今から中継をつなげます。エレンさん。はい、今ここ東京の銀座区に来ていますが、この水1億2500万円で買いました。とにかくなんか神秘的ですね。じゃ早速飲んでいきたいと思います。これは色が変わる水です。あと瞬間移動もできるし能力も増えます。あれ、え、何も変わらん。なんか体がね黄色になりましたね。今ここはソウルです、韓国の。で確かこれ条件付きで一人にインタビューしないと次のところに行けないですね。で説明書にも書いてありますが、黄色を飲むと血が黄色になるらしいです。おお、中見れるんですかね。まあ、とりあえずインタビューしていきましょう。今からこの人にインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今韓国の料理はどうですか？美味しいです。何が美味しいですか？チキンです。おお、ありがとうございます。ああ、インタビューできました。とりあえずマイクは直しますね。じゃあまだ次飲んでみましょう。あれ、何も変わらん。ああ、今度は青色でハワイに来ましたね。うわあ、熱い。この体の色は神秘的な色で激レアです。命が3つ増えます。まあ、ここでもインタビューしたいと思います。この人にインタビューしたいと思います。今ハワイはどう思いますか？暑いです。あれ、え、ヤマさんも言ったじゃないですか。え、ストーカー、ストーカー、え、うわぁ、あの水は恐るべしですね。チャレンジャーは絶対に飲んだ方がいいですよ。これでニュースは以上です。次のニュースもぜひ見てみてください。夏休み楽しんでねー。